将棋の嵐姉妹がこちら。感動をありがとう。嵐ちゃんいたんだ。阪神のそばにはいつも彼女たちがいた。ファンと一緒に駆け抜けた優勝。ちゃんといたんだ、さすがだな。甲子園の嵐姉妹っていつからいるんや？阪神イコール嵐の印象。少なくても10年以上いる。やっぱり阪神といえば嵐姉妹だよね。18年ぶりの優勝やし、大人になったな。初めて優勝を見たのかな？嵐姉妹のグッズまであるぞ。二人揃ってるやん、優勝女神やね。タマスポさんもいるし、嵐姉妹もいて、現地は阪神ファンの中枢だらけ。阪神あるところに嵐あり。ドラドラ情報局は、中日と阪神の情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。